トモのヤーイエーイ、アッとちーよっちです。こんにちは、えっちゃんです。ということで、えっちゃん、ボンボの部屋第2回ということで、前回はですね、ヒカキンさんをお招きしていろいろゲームをしたりしたんですが、今回もトップ YouTuber の人がもうすでに僕の隣にお越しになられております。はい、今回も質問、ゲームなどいろいろなコーナーをやっていくので、ぜひすべて見ていただきたいと思います。それでは紹介いたします。第2回目のゲストはなんとなんとなんとセイキンさんです。みなさんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。イエーイ、セイキンです。このボンボンの部屋では質問、ゲーム、対決などさまざまな企画を私たちとしていただきます。はい、今回は、まずは第1回目の質問コーナーをさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。質問コーナー、質問コーナー、いってみましょう。どんな質問が来るんでしょうか。こちらでございます。おー、10個ですね。10個です。はい、セイキンさんへの質問をツイッターで募集させていただいたのですが、たくさんの質問がね、集まった中から、はい、10問ちょっとピックアップさせていただきました。はい、今回は、このペラッとめくっていくので、はい、まあ直感的に答えていただければ結構ですので。わかりました。はい、10問よろしくお願いいたします。はい、それでは、セイキンさんへの質問10問目。はい、はあ、YouTuber じゃなかったら何をしていましたか。何をしていましたか。多分ね、何ですかね、結構真面目な仕事してた気がしますね。真面目な仕事ってサラリーマンみたいな感じですか。多分普通の会社員とかだな、だと思います。音楽系とかではなくてですか。まあ音楽系かもしれないし、もしくはまあ普通の一般の仕事だったら多分オフィスで働いてる気がします。あ、はい、なんかヒカキンさんとはまた別のね、ことを答えで。ヒカキンさんはそうですね、自宅でパソコン引きこもって、なるべくパソコンのいじっていたいみたいな感じの答えなので。なるほど。違うんですね。あ、まあ似てるようで似てない。続いて2問目。はい。ヒカキンさんと全く喧嘩をしないそうですが、するときはどんな理由ですか？ああ、そうですね。多分ヒカキンも言ってたかと思いますけど、喧嘩はまあしないんですよ。全くっていうかしないんですけれど、喧嘩するときは。小さい頃もう仲良くてって感じですか？いや、小さい頃は喧嘩しましたね。あ、小さい頃は、いや多分おもちゃの取り合い取り合い的な、あ、ゲームの取り合い、まあ、そうゲームの取り合いとかはやった。あ、違う、あれだ、はい、思い出しました。ゲームであいつが上手いんですよ。で、ゲームで僕は大体負けるんですね。で、ふざけんなっていう喧嘩です。悔しいから、悔しいから、ふざけんな、負けるやん。兄ちゃん、勝ちたいんですね。そうです。絶対勝てるんですよね。ああ、そうなんですね。あいつ多分ね、学校でクラス1ぐらい多分上手かったっていうぐらい上手くて、特に格闘系のゲームとかは、まあ勝てないんですよ、誰もね。だからお前、たまには負けろやつ。で、結構喧嘩したい。まだゲームで。ありがとうございます。続いて3問目いきたいと思います。2016年に挑戦したいことは。ああ、なるほど。もういっぱいあるんですけれど、はい、そうですね、やっぱりまあ、今年初めてオリジナル曲を出して、はい、Just Do It Now と、あと、まあ、YouTube テーマソングヒカキンと一緒に出したんですけれど、ずっとね、昔からオリジナル出したいなと思ってて、やっとね、今年それが実現できたので、それが第一歩として、まあ、来年もっともっとそういう音楽系の、歌とかですね、そういうのに挑戦していきたいな。楽しみです。もう今から。はい、ちょっとここら辺は後で深掘りさせていただきたいなと思います。はい、続いて4問目。ヒカキンさんとの一番の思い出は何ですか？例えばまあ今年で言ったら、まあ、間違いなく YouTube テーマソングですね。もうあれ結構作るのにね、まあ、時間かかったんですよ。何年もやろうやろうって言ってて、ずっとお互いなかなか時間が合わなかったりとかでできなかったんですけど、まあ、それが一緒に撮影した思い出とかがやっぱり一番の思い出かと思います。はい、ズバリ YouTube テーマソングということで、はい、続いて、5問目なんですけれど、はい、私も気になっています。好きな歌詞はどなたですか？あ、これ誰か一人の方がいいですか？あ、まあ、まあ、何人でも、何人でもいいけど、はい、あ、そうですね、最近だったら、まあ、歌手っていうかアーティストなんですけれど、アビーチ。アビーチ。アビーチ知ってますかね？アビーチ。アビーチ。アビーチ。
アヴィンチとは、まあ、あのエレクトロなミュージック、EDM ですね、いわゆる僕の出した Just Do It Now みたいなあの曲調なんですけれど、僕はすごい尊敬している人で、はい、あとね、他だと、多分ね、今時の子はあんまり知らないかもしれないんですけど、フィールド・オブ・ビューの、朝岡さん、今ちょっと撮影スタッフがそうなんですよ本当ね、フィールド・オブ・ビューの朝岡さん、あのボーカルのね、声が最高なんですよ、わかります、調べておきます、調べておきます、あのめっちゃいい、あのだんだん心惹かれていくとか知らないですか、知らない、あちょっと世代がちょっとあれおかしいな、あそう、あのドラゴンボールのね、曲とかやってたんですよ、はい、分かったかもしれないです、だんだん心惹かれていくの歌です、めっちゃ好きでした、それ、あーちーって、朝岡、なるほどなるほど、絶対一度聞いたことありまして、ね、そうですね、多分、はい、続いて行かせていただきます、はい、はい、ファンからのコメントやツイートは見ていますか、もちろん見てます、 YouTuber として多分ね、あの視聴者の人よりもコメントは見てると思うんですよ、みんな、うん、でどういうふうに思ってくれてるのか、どういう感想を毎回まあそれを意識して見て、あこれはちょっと良かったなとか、これは、ダメだったなとかいう反省点にしているので、はい、まあ、やっぱり視聴者の方が求めるような動画を作るためにはやっぱりですね、勉強のためにもやっぱり、あとありがとうっていう気持ちもあって、常に見させてもらってます、いや素晴らしいです、はい、やっぱり YouTuber の方って、うん、視聴者の方大事にされてるなっていうのを感じます、ね、はい、いやもう大事ですよ、本当にもう感謝感謝で、いつもねなかなか言えないですけれども、本当にありがとうございます、素敵、本当に素敵、素顔、素顔出ましたね今はい、すいません、続いて行かせていただきます、はい、お、きっと YouTube テーマソングや Just Do It Now の PV で苦労した点は何ですか、苦労した点、いやまあ全般的に苦労したんですけどあの僕そうですね、ミュージックビデオこういうちゃんとしたやつを撮るのが初めてだったんですよね、であの YouTube テーマソング、まあ、先に撮ったんですけれど、 PV はね、あのぶっちゃけあれ撮影20何時間かかったんですよ、20数時間かかって、ほぼ1日編、ほぼもうぶっ通しで、もう朝から夜中、あ違う、あれ昼ぐらいから撮ったのかな確か、まあ確か日中から普通に撮って、はい、次の日の朝までかかった、はい、それは、そうですね、日付忘れ、そうですね、日付またわかんなくなりますね、かかったんで、まずもう体力的に僕体力ないんでフラフラになりそうはぁーみたいな、てか前日まであのダンスとかちょっと練習してたんですよ、ね、前日もなかなか覚えられなくて、2人でこう動きとか練習してちょっと合わせないとねみたいなをやった中で、寝不足からのスタートで、そこから20時間みたいな疲労も溜まってるのに、そこから PV を長丁場で、まあ結構長丁場っていうのはまず苦労したっていうのと、あとはやっぱりあのダンスっていう、まあダンスっていうじゃん、ダンスもしてないんですけれど、あの普段こうあんまりダンスみたいな動きを全くしたことがなかったので、それを覚えるのはやっぱり大変でしたね、ダンス用のやつもありますもんね、そうですそうです、で、あのテーマソングに関してはこう最後紙吹雪がこう降ってくるんですけど、失敗できないんですよ、あファーンって降ってきてギリギリみたいなで中でやってて、そうで、まあ失敗もちろん NG もあったんですけど、そうするともう一回全部回収して、スタッフがすいませんって感じで、もう一回全部回収してやり直しみたいな、なんで超プレッシャーが怖いですよ、それ超怖いんですよ、でダンサーさんも みんないて、僕だけミスったら僕のせいでもう一回やり直しみたいになるので、そのプレッシャーがまあ大変でしたね、やばいですね、はい、怖い、まあ、いやー、はい、PV 撮影もトータルで、トータルでまあそうですねって感じですね、はい、では、続いて8問目、セイキンさんが今年投稿した動画で一番印象深い動画は、印象深いですね、はい、印象深い動画、まあ同じくなっちゃうんですけどね、 YouTube テーマソングです、僕はもう本当に何年越しでやってきたんで、やっぱりね、あの他の動画以上に思いが強かったですね、本当に出せてよかったなっていう思いでいっぱいです、はい、YouTube テーマソング、まあそうですね、はい、はい、9問目、毎回受験シーズンなので、はい、うん、受験生に元気の出るメッセージをお願いいたします。なるほど。これ言っていいですか。Just do it now! おぉ、ね、今しかない。今しかないよっていう意味なんですけれど、やっぱりね、まあ、受験で大変だと思うんですよ。まあ、毎日毎日勉強してね。まあ、空いてる時間は全て勉強みたいな。まあ、大変だと思うんですけど、で、あと受かるかどうかみたいなのにね、プレッシャーは多分、まあ、みんな通る道だと思うんですけれど、
やっぱりね、それ受験受けるのもやっぱりこの学生のうちだけで、社会人になっちゃうと受験ってのはねないと思うので、やっぱりね今頑張っておいた方がいいんじゃないかと思います。今やりましょう今だけです。今しかない、今しかない。おありがとうございます、はい、とてもいいメッセージありがとうございます。でも本当にそうですよね、うん、なんかやっぱり学生時代その受験って、うん、まあ、面倒だなとか大変だなと思う、うん、絶対そう思うと思うんですよね。ですけど、うん、やっぱり一回きりのその勝負にどう出るか、自分がっていうね、その時にしかないかなってやっぱり思います。やっぱり苦労した分思い出に残ると思うんですよ。だからね、あのぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。そして最後です。最後こちら、はい、前回もヒカキンさんに聞いたんですけど、うんうんうん、はい、2015年を漢字一文字で表すと、うん、はい、漢字一文字こちらに、よろしければ、はい、あのここにドカッと書いて、ここにサインもいただければと思います。なるほど、わ、はい、かりました。もうゆっくり考えてください。そうですね、2015年。ちなみにヒカキンさんは続ける、はい、続ける、続ける、続ける、なるほど、継続ってことですかね。あ、そうです。そうか、今年を振り返ってってことですよね。そうですね。ああ、そうかそうか、うん、おお、はい、できました。では、はい、お願いします。はい、2015年はこちら、挑む。おお、はい、これはどういった意味で。そうですね、やっぱりずっと同じじゃいけないなっていう思いがあって、挑戦をしたいなっていう気持ちが僕は強くて、やっぱりこう毎年こう変わっていきたいと思ってるんですよね。まあ、今を維持するんじゃなくて、まあ、維持するためにはやっぱり変わっていかなきゃいけないっていう思いが強いので、常に挑戦っていう思いでやってました。はい。で、まあそうですね、来年に向けても多分あんまり変わらないというか、もっともっと挑むっていう、こういう思いで頑張ってます。じゃあ、はい、今年はやっぱりYouTube テーマソングだったり、ね、Just Do It なので、うん、挑んできたの で、 そうです、ね、来年ももっと挑んで挑んでっていう感じですか。そうです、まさにもっともっと挑んでいきたいなと思ってます。はい、今までの質問を振り返ってなんですけど、やっぱり音楽に関することが多かったなと思って、うん、はい、やっぱり来年もソロでなんか曲を出していただけたりするんですかね。なんかすごく期待しているんですけど、どうでしょうか。あまあまあまあ、でも歌は出すように頑張りたいなと思ってますし、はい、やっぱり一番好きなことなので、まあ待っててください。楽しみにしています。はい、では、まあ、10問答えていただいたわけなんですけど、はい、どうでしたか、なんか質問全体的に、あ、この質問あるんだみたいな感じのありました。そうですね、ちょっと見ていいですか。あ、はい、そうですね、まあ、質問コーナーね、僕いつも動画の最後でやってるので、はい、まあ結構お答えしてるとは思うんですけれど、そうですね、一番の思い出とかあんまり答えてなかったかもしれないですね。まあでもね、はい、あ、これですね、やっぱり受験生にメッセージをお願いします。うん、これはもう今シーズンっていうこともあって、うん、そうですね、今シーズンですね、シーズンですね、まさにでも結構この質問も多くて、はいはい、やっぱり中3、高3は小学生で受験する人もいるので、うん、そうですよね、はい、小学校で受験か、僕はね全くそういうのしてないんで、気楽に普通にさ、卒業だね、そうですね、何も考えないでやりましたけどね、私立とかだとやっぱりお受験がね、ありますから、お受験ね、大変ですけど、ぜひ YouTube 見て息抜きもしつつお勉強して頑張ってください。今しかないです。はい、今しかない。たくさんの質問に答えていただいて、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで質問コーナーは以上になるんですが、はい、はい、続いてランキングのコーナーに移りたいのですが、こちらはまた明後日の19時に、動画出ますので、はい、今回はこの辺で、質問コーナー終わりになります。セイキンさん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。こちら、動画面白かった、また楽しかったよという方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、また明後日お会いしましょう。それではまたね。またねー。